我が目白家はレース界での栄誉を求め、優秀な馬娘を数多く輩出してまいりました。その中で誰よりもレースそのものに執着しているのが姉様、メジロ・ラモーヌです。姉は幼い頃走れない時期がありましたけれど、その執念が姉を奮起させ、走れるようになるとその才能は開花しました。もはや家の中の誰も相手ができなくなるほどに、正確には耐えられた方がいなかったのです。なぜなら姉はレースだけを愛しているから。私を駆り立てるたった一つのもの、レースこそ私の愛。姉はその愛を完璧さで表現します。完璧に体を仕上げ、完璧な作戦を練り、完璧な展開で勝利する。そのために努力を惜しまない。姉は本格化が始まると完璧なデビューに向け、ひたすらに徹底的に準備をしてきました。そのストイックさについてこられる方はいませんでした。レースと自分しか存在しない姉の世界に誰も踏み込めなかった。その上、メジロ・ラモーヌを担当するということは重大な使命を背負うということでもあります。はい、姉は愛の証明と表現しましたが、縁のあるシンボリ家がクラシック三冠を達成した今、次は我がメジロ家が役割を果たす番です。トリプルティアラ路線で史上初の称号をいただく大変な栄誉を、それが当然かのように約束される、そのプレッシャーの凄まじさといったら、私姉様の走りが好きなんです。子供の頃からその背中をずっと近くで見てきました。あの自由な走りこそが偉大な記録を成すのだと信じています。選ぶのはあなたです。ですが、どうぞ姉をよろしくお願いいたします。妹として、目白家として。好きなのね。姉はその愛を完璧さで表現します。完璧に体を仕上げ、
完璧な作戦を練り、完璧な展開で勝利する。バーミリオン、最後に足す色を探していたの。今見つけた。できたわ。ああ、これで完全ね。この後は先1年のメニューを検討し直すわ。本格的なトレーニングに移る前に。よろしいわね、トレーナーさん。